皆さんこんにちは、森ありです。今回はこちらのプチプリモールで購入させていただいた、じゃん、私の愛用している 3C のタトゥーリップティントの紹介をしていきたいと思います。こちらのサイトで買うとめっちゃ安く購入することができるので、詳細は下の概要欄に書いておきますので皆さん見てみてください。全5色レビューになります。でこれ本当に落ちないので1日単位で本当は検証していこうと思っていたんですが、腕に塗って検証していきたいなと思います。1本だけ今日は今からつけていこうかなと思っているんですが、ラスティックをつけていきたいと思います。ラスティックは一番人気で、私はキャンディージェリーをすごく愛用してて使ってたんですけれども、ラスティック今回2回目。それでは開けていきたいと思います。ちなみに後ろは 3C のロゴが入ってます。かわいい。これね、なんといってもパケがかわいいんですよね。ほら、パケがもう超かわいいの。はい、ダン、はい、ハケこんな感じになってます。ちょっと曲がってるんですよね、くにゃんって。ここ見てもらうと分かると思うんですけど、液体ですごく馴染みやすくなっているので、こうやってちょっとずつ落としながら使ってください。ダランってなっちゃって、それこそ血のりみたいに口についちゃうので、ちょっと落としてつけていった方が使いやすいかなと思います。それではつけていきます。ほら、めっちゃつくでしょ。なんかこれ一回失敗すると本当に取れないから、失敗しないように慎重に皆さん書いてください。なので鏡を近づけます。はい、こんな感じでつきました。これ本当にこんな感じでね、すぐについちゃうので、みずみずしいんですけど、この周りとかも結構ベトってなっちゃう場合があるので、一回一回ティッシュで拭き取った方がいいかなと思います。それでは乾かしている間にこっちにつけていきます。これよく汚れるからね、本当にここほらピンクついてるんだけども、これキャンディージェリーです。ついちゃって取れないの。はい、この順番でこういう感じでつけていきます。わー、すごいマットな色だな。こんな感じつけていきます。こんな感じ、めっちゃ発色がいいし、もう取れないですね、本当に。はい、これはコマって読むのかな、 COMA。 これが一番濃い色でした、印象がね。なのでつけてみたいと思います。はい、めっちゃ濃くつきました。これが私がいつも使っているティント検証で使っていたキャンディージェリーです。やっぱこれはどっちかっていうとピンクがすごい強い感じです。ほら、つけます。ほら、めっちゃピンクですよね。すごい、全然色が違う。イエイオアネイっていう、ちょっとイエローっぽい感じの、黄色みが強い感じのお色をつけていきます。こうやって落としてね、ちゃんとね。多分落とさないとベチョってついちゃうから。はい、つけます。こんな感じです。そして最後に口にもつけたラスティックつけていきますよ。こんな感じです。あー、確かになんか赤みが強い気はしますね。本当に口紅って感じの色。なんか分からなくなっちゃうから書こうかな。はい、分からなくなりそうなので書いてみました。こっちからクーレストで、コマ、キャンディージェリー、イエイオアネイで、ラズティックになります。これをねちょっと乾かします。テカテカしてるのでまだなので、10分くらい乾かしてからティッシュオフをしていこうかなと思います。でも今の段階でもめっちゃ叩いてる、全然つかないです。それでは乾かしてみたいと思います。はい、ということで5分経ったのでやってみたいと思います。ちなみに私さっきの
このつける段階でここにちょっとついてしまってるので、こっちの手でこすっていきたいと思います。ではこすります。リップこすることってなかなかなくない？あ、取れてない。ほら、取れてないです。ではちょっとこっち乾いたと思うので、ティッシュオフしていきたいと思います。全然取れんよ。よいしょ、取れないね。こすっていきます。とりあえず色味はこんな感じでついていくんだけど、全然取れない。ちょっと強めにこすってみます。取れないです。キャンディージェリーが強い気がします。色が強いからなのかな。こんな感じです。次ちょっと検証してみたいと思います。この100均のクレンジングウォーターなんですけれども、お水を飲んだりとかするときにどうしても取れちゃうのかなと思うので、でクレンジング成分も入ってるからメイク落としなので、お水とはちょっと違うんですけれども、つけていきます。全然じゃん、全然落ちないじゃん。あ、でも下には伸びるね、やっぱりこうやって。でも全然落ちない。では完全無敵のあの特殊メイクをいつも落としているオイルクリームを使っていきたいと思います。これはどれが一番ね持つのか分かんないんですけど、使っていきます。ないじゃん。こんな感じに落ちてるんですけど、物体は残っている。こんな感じです。ちょっと特殊メイクのでも取れなかったので、オイルインしたメイク落としのシートで取っていきたいと思います。持たないのではと思うんだが、でも特殊メイクので落ちてないからな。結構こすってるよ、ほら音が。あ、やっぱりキャンディージェリーが一番強いね。色味が全然消えないですね。本当にすごいな、ここまで来ると。はい、ということでこのティントはマジで取れない。特殊メイク用のを使っても、お水ウォータークレンジングを使っても、普通のオイルクレンジングを使っても全く取れないです。まあ最初と比べたら取れてますけど、これ1日完全に持ちます。これもずっと持つので、すっごくなんだろう、私いつも食事とかしたりとかするときに、え、アリスのリップってどうなってんのっていつも言われるぐらい取れないので、本当に皆さんこんな感じで取れないので試してみてください。はい、ということで今日は私の愛用しているタトゥーリップティントの紹介でした。全色レビューやってみたかったので、本当に今回できてよかったなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。本当に落ちないです。それでは森有でした。せーの、おざり、バイバーイ。すごいな、本当。なんかここまで取れないとすごい。なんかもうね、マジ取れないじゃん。やば。